単発に逃げるか、何かしら単発を取りたいんだが、物によっては単発にならん場合があるからな。妖怪道中記とかも、まあもうやったからわかるけど、単発には収まらない。どれだ、単発ファミリージョッキ、ギャラか、ギャラが単発っぽい。パックマンはちょっとなんか単発の器ではないかもしれない。ギャラが行こう。なんか知らんけど、デュアルファイターで猛撃、あのギャラクシアンよりもはるかに凶暴な異星人ギャラが出演。デュアルファイターで迎えて、ギャラがの吸収を避けながら攻撃するスリル、華麗なるチャレンジングステージの興奮、ファン待望の本格的スペースゲーム。ファンちょっと待って、ファン待望っていうのはもうこの1985年の時点でそんなにファンがついてたの。ファミコン発売時にもうファンがそんなについてる、すごいな。まあそれがギャラガだ。単発か、ありがたい、非常にありがたい単発か。単発以外の何者でもない。攻撃も単発。夢だじゃん。夢だって言っちゃいけないのこれ。どう見ても夢だじゃん。誰が何と言おうと、ナムコの社長が隣にいてもいいぞ。俺はインベーターですと。取り押さえられるだろうな、常務。君、何言ってるのかね。今すぐこの無礼者をつまみ出せ。つまみ出される。まあまあ良いのだ常務君は。しかし良い、話してやりなさい。うるせえな、うるせえ親父だな。なんだと、常務君。はっ。俺何やってんだっけ。そうだ、シリーズものを撮っていたが、いろいろな諸事情で、遅くなり、入稿が遅くなり、単発に逃げたところだったんだけど、記憶が戻ってきたの。ギャラガに逃げていた。そうだ、そこで俺はナムコ社長と常務のいる飲み会に出席し、ナムコがインベーターゲームに行ってますねと言ったところ、常務に取り押さえられたが、社長、寛容な社長に許してもらい、今に至る。記憶が戻ってきたぞ。けどいいな、なんか。ギャラが。いいじゃん、社長。面白いよ、これ。ほっほっほっ。そうかい。よくできておるじゃろ。うん。これとしたらインベーターゲームより面白いかもしれない。そうじゃろう、そうじゃろう。なおさん、俺をナムコの社員にしてくんねえか。ほほほ、よいじゃろう。一度やってみてんだ、サラリーマンってやつをな。サラリーマンしんすけ、第一部。壮大なストーリーになってきた。大変なことになってきたぞ。ひょんなことからシンスケが、ギャラガをプレイしただけのシンスケが、ひょんなことからナムコの社員に。44.9%。 そんな細かく分析するのか、俺の戦力を。ちょっともう一回やるわ、やらしてくれ。いくら単発といえど10分やらないと怒られてしまう。何者かに、何者かのお叱りを受ける。お叱りん、お叱りを受けてしまう。トットットットロイド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 ロイ最初飛んでくるアプローチのインベーター。そしてなぜかこいつ下に行くと見せかけて戻ってきやがった。小賢しい、小賢しい野郎どもだ。おお、これね、いっぺんに撃てる弾はね2発しかねえんだよ。ちょっと社長、2発じゃさ
倒せないよ、ほら、こうやって。はい、戻ってくるしさ。戻ってくるの卑怯じゃないこれ。社長。それが面白いじゃん。ほっほっほっほ。そういえば、常務どこ行ったんだ？常務はしょんべんに行ってそのまま帰った。支払いを済まして。こいつ、ふざけんな！ふざけた動き。よし。あいつは常務だ。ちょっと、なんかこう、このさ、レーザーになるとかさ、2A になるとかさ、オプションがつくとかさ、あるじゃないのよ、社長。ダメよ、そんなんじゃ。金ないよ、コナミに。コナミもっといろいろ考えてんだからね。オプションつけたりさ、パロディのゲームにしたりさ、それも考えてるよ、あちらさん。もっと手こ入れをしないと。ステージ4、走行行ってる間に。こっ！すげえ撃ってくるねー、ギャラガたちが。ギャラガ！まず俺はギャラガで戦って。この命尽きるまでギャラガで戦う。まず俺はギャラガと戦っているんだ。わからない。だって自分がギャラガと戦っているのかも。この主人公は、ギャラガの主人公。ゆっちゃんも泣いてる。ギャラガに襲われているのかもしれん、ゆっちゃんが。ゆっちゃん！ギャラガから助ける。ステージ5！ついにごめん。いや、あんな避けれるか。半端なく難しいの、これ。ギャラガ。半端の難しいギャラが。難しすぎるだろ。最初のあの攻撃、変態攻撃みたいなやつ。あれ、きっちり避けないといけない。お、なんだ、増えた。ちょ、待って、進化しすぎだから、ギャラがどうも。進化しすぎ。言っちゃもないけど、ギャラがに襲われて、進化しすぎたら、こいつ。ファイター、キャプチャー。え？何どういうこと？ゲームオーバー。なんだよこれ。拘束されて洗脳された。ギャラガ軍に捕まってしまった。これがギャラガか。社長、続編を作ろう。20年後ぐらいの。